せーの、みなさんこんにちは。ぶんまるパパです。ぶんまるママです。ぶんちゃんです。まるちゃんです。今日はまるちゃんのおててのこのいちご状血管腫の最新と、2人の予防接種に行きたいと思います。朝から2人は機嫌最悪です。なんだろう、寒くなったから季節の変わり目で情緒不安定。でも車に乗ると、そして車が走ってると機嫌が良さげ。チャイルドシートのインナーを一つ外しました。60センチを超えるともう外していいっていうことで、1段階外して今こんな感じで使ってます。今日で生後3ヶ月と1日なんですけれども、1回目の予防接種はとてつもないギャン泣きだったけど、今日はどうかな。ただでさえご機嫌が斜めなんだけど、ということで行ってきたいと思います。はい、無事予防接種が終わりました。ぶんちゃんです。痛みに耐えてその後泣き止みました。強い子です。えらいえらい。そして今泣いてるのは寝起きだからです。はい。で、まるちゃん終わってからぐじぐじ言ってます。次病院行くのは4ヶ月検診って言われたよね。うん。はい、ということで無事に2回目の予防接種が終わりました。大変ね、これ連れて行く親も大変抑えとく方も大変まあこれで保育園に入っても大丈夫なことを祈りながら、まるちゃんのこのいちご状血管腫の方は薄く、ここがちょっと薄くなったよね、真ん中が。っていうことで、次は最初に照射した時から3ヶ月後の、12月に2回目のレーザーをすることになりました。また経過報告していきたいと思います。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。ぶんまるパパでした。ぶんまるママでした。ぶんちゃんでした。はい、またぐじゅぐじゅ言ってるまるちゃんでした。